ヒカキン TV Everyday。 ハロー YouTube。 どうもヒカキンです。久々にワクワクするようなアイスを見つけました。早速買ってきました。それがこちら、ハーゲンダッツ花もちみたらしくるみ。はい、こちらローソンで買ってきました。価格は他のね、バニラとかチョコとかそういうのと変わんなくて、僕が買ったローソンでは263円だったかな。これ名前の通りなんですけど、餅入ってるんですよ、餅。明らか日本限定だ、これは。ここ見るとわかるんですがね、くるみと、あとみたらしソースっていうんですか、このソースがかかってて餅があると。だからみたらし団子とくるみみたいな感じですよね。もう好きなもんしか入ってないっていう。僕今ダイエット中なんですが、今日はこれを食べるためにサラダだけで我慢しました。ね、1個248キロカロリーもあるからね、これね。さあ、食べましょう。いきます、餅の世界へ。おお、あ、おい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 、あぶねえ、垂れそうになった。お、あ、あ、あ、垂れた、あー、垂れちまった、新品のズボンが新品なのにこのズボン、あー勘弁して、みたらし勘弁してくれ、デートに来てくのにってのは嘘ですけどね。はあ、よし、取れた。はい、というわけで、なんかね、このみたらしソースはね、凍ってなかったんですよ。なんか効率なくできてるんだろうね。これ餅なのかな、これ餅。いきますよ、伸びるかな。ちょ、スプーンがなんかちょっと、これハーゲンダッツのスプーンじゃないから、ちょっと耐久力が。おお、すげえすげえすげえ、ほら、ガチ餅だぜ、ガチ餅、ほらほら、ガチ餅。じゃあ、いただきます。ん、お、もも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 、これは新しい、あのみたらし団子にかかってるこの、なんだろう、タレよりもちょっとね、しょっぱめに作られてんじゃないかな。あの塩っ気を感じました、すっごい。だけどその下にあるバニラのこの何アイスで、そのしょっぱさがね、甘さとなんかあってちょうどいい感じ。うん、くるみはすごい合ってる、マッチしてる、マッチッチ。もちもね、なかなかいい感じでもちもちしてるし、なんかこう、なんかチャッチーもちが入ってるなって感じはない。うん、うーん、新感覚。あの、なんか冬だとね、あったかい緑茶と一緒にね、食べたい味かな。もう和菓子って感じだよ。ほんとこうして目をつむって食べると、お店のなんかデザートみたいですね。コンビニで買えるデザートの味を超えている。いや、今回また思い切ったやつ出したなって思ったけど、外さないのがハゲンダッツなんですね、やっぱね。うん、ごちそうさまでした。気づいたら一瞬で終わってました。ブニョン、トゥデイズヒカキンズポイント、88。さすがハーゲンダッツでした。結構塩っ気の効いたタレに、もちもちとした餅、そして甘いクリームに、アクセントにくるみ、一つでいろんな味楽しめました。ただ僕個人的にはもうちょっとだけね、塩っ気がない方が好きかなと感じました。みたらし団子とか好きな方、食べてみてはいかがでしょうか。本日も最後までご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイ、いきますよ。最初はじゃんけんポン、バイ。私ヒカキンの LINE 公式アカウントができました。この動画の概要欄に友達登録できるリンク貼っておきますので、ぜひぜひ友達登録よろしくお願いいたします。その他 ID 検索でアットヒカキンと検索しても出てきますし、 LINE 公式アカウントの芸能人の欄にも載ってますので、ぜひ。それでは LINE でお待ちしております。たらく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 